Marisa and Remu presents.今回は、第2回で紹介した石見銀山遺跡をリメイクでお届けするんだぜ。何気にうちの動画で一番再生されている動画なのよね。最新作の方が凝って作ってるんだけど、YouTube を見てもらうのは本当に難しいな。ちなみにウプ主の世界遺産検定マイスター試験の論文は、ここ石見銀山をテーマにしたそうよ。ここは自然との共生や観光、地域コミュニティなど、世界遺産のあり方を考える上で重要な論題の宝庫だからな。地味に思われがちだけど、観光地としてもすごく楽しめるのよね。もう一度、一から紐解いてみましょう。さて、まずは概要から。島根県大田市にある、戦国時代後期から江戸時代前期に栄えた銀山で、その地名から大森銀山や様銀山とも呼ばれていたんだ。日本を代表する鉱山遺跡として1969年昭和44年に国によって史跡に指定。世界遺産としては2007年に登録されて、銀鉱山跡と鉱山街、街道、港と港街の3つの分野にわたる14の構成資産で成り立っている。銀山だけじゃなく、伝統的町並みや港の遺跡も含めて登録されているのよね。銀鉱山跡と鉱山街は16世紀から20世紀にかけて、銀鉱石の鉱脈から精錬までを行っていた銀山作農地や、600もの小規模な手彫りの坑道、マグなどを中心に、人々が暮らしていた鉱山街も合わせて登録されているんだ。日本の世界遺産って寺や宗教遺跡は割と多く登録されているんだけど、ここが登録された2007年当時は産業遺産や住居の構成要素って珍しかったのよね。住宅だとそれまでは白川郷と五箇山の合掌造り集落くらいしかなかった気がするもの。そこは登録にあたってアドバンテージだっただろうな。街道エリアは、銀鉱山と港との間に整備され、銀鉱石など様々な物資の輸送を担っていた石見銀山街道など2本の運搬路で構成。港と街道エリアは、銀鉱石や銀の積み出しや生活物資を搬入していた友ヶ浦港と沖の泊港の2つの港、そしてその関連施設や湯の津などの温泉街で構成されている。銀山開発をする上での社会構造全体を示すもの全てが世界遺産の構成要素となっているのよね。産業遺産ってヨーロッパ、特にドイツやイギリスに多いんだけど、なんとか工場とかなんとか橋とか単体で登録されているものが多いのよ。その点、ここは銀山だけでなく周辺の環境も含めてストーリーが構成されているのが面白いわよね。どうも鉱山関係の世界遺産は周辺の宗教施設や街並みも合わせて登録されるケースが多いみたいだな。過酷な環境を生き抜いてきた人々の歴史を知ることができるという点で、表裏一体なのかもしれない。石見銀山の周囲には、19世紀まで銀生産や住民たちの生活で使用された新炭材の供給源であった森林など豊かな自然環境が残っている。鉱山の運営と人々の暮らしの様子が伺えるんだ。だからタイトルにも文化的景観ってついてるのね。暫定リスト入り当初の2000年頃は確か石見銀山遺跡って名前だったわ。強みとして必要な要素として後で付け加えたんでしょうね。そんな石見銀山はどのようにして発展されていったのかしら。1526年に発見された後、当時日本最大の貿易港であった博多の豪商神谷寿亭によって開発されたんだ。出たわ日本史でおなじみの神谷寿亭。配布記法で有名な商人よね。海上から山が光るのを見た神谷さんは、領主大内氏などの支援をもとに地下銀を掘り出したそうよ。その話は山頂に露頭した自然銀が、月光に反射したものであると考えられているそうだな。石見銀山世界遺産センターでは他にも鉱脈を見つけるための植物の話を聞くことができたわ。
実際に現地のマブをガイドしてもらうこともできるからおすすめよ。こうして銀製錬技術の最先端となった石見なんだけど、大内氏の滅亡後は近隣の大名による争奪戦が勃発。攻防戦の末、争いを制した毛利氏は銀山と港の間に物資運搬のための街道を整備。関ヶ原の後は江戸幕府の天領となり、武勇の大久保長安の下で鉱山経営が行われる。石見銀山最大の大久保マブは長安が馬に乗ったまま入ったという伝説があるそうよ。晩年は採掘量が減って家康の寵愛を失い、大官職を罷免されちゃったみたいだけど、亡くなった後も不正蓄財が問われ、長安の子は蓄財の調査を拒否、長男の嫡男から七男まで切腹となったそうだ。無謀すぎる最後だけど、自業自得よね。現代の政治家は言わねえ。不正なお金をもらったのがバレても辞めるだけでいいから。脱線したけど、銀山経営の拠点として大森地区の整備が行われつつ、1620年から1640年代の最盛期には年間約40トンもの銀が生産される。そして東アジアやヨーロッパの国々にも石見の銀が流通していく。しかしどんな鉱山もいつか枯渇してしまうものよね。産出量が減っていき、明治政府から個人業者に払い下げられるのよ。1923年には閉山。そう考えると100年前には動いていた鉱山なんだよな。だからこそ比較的保存状態がいいのかもしれないわね。次に構成資産の紹介。14の構成資産のうち、世界遺産検定公式テキストである世界遺産大辞典でピックアップされている5つの要素を紹介するんだぜ。まず1つ目。銀山作内。銀鉱石の採掘から先行製錬まで、銀生産の一連の工程が行われた銀鉱山跡、有言寺マブ、清水谷製錬所跡、石金遺跡、東神屋敷跡などがある。この世界遺産のメインどころね。当時の暮らしがわかる貴重な遺構よ。有言寺マブは唯一公開されているマブで、中に入ることもできるの。ガイドさんも一緒に入って解説してくれるからとても安心なんだぜ。足腰の強いうちに一度は行ってみたいスポットね。次に二つ目。大森銀山。鉱山に隣接する谷間に発展した鉱山街で、現在は南北約 2.8km の範囲に、伝統的な木造建築が並ぶ集落が展開している。お代官様がいらっしゃった跡地もあるのよね。ここは重要伝統的建造物群保存地区にも指定されているのよ。1970年代までは廃屋が立ち並んでいたそうだが、義肢装具で世界的に有名な中村ブレイス株式会社の中村敏郎氏が景観を整備したそうだ。現在の良好な保存状態も中村氏の功績が大きいんだろうな。地元の有志が未来に向けて街並みを作ったのは素晴らしいことね。次に三つ目。友の浦。16世紀前半に、博多に向けて銀鉱石や銀を積み出した幅34メートル、奥行き140メートルの入り江に築かれた港、神谷寿邸が建立した神社もあるんだぜ。続いて4つ目。沖の泊湯の津、入り江を利用した港で、精錬した銀の積み出しや石見銀山への物資の補給を担ったとのこと。湯の津は港に隣接する温泉街と港で、16世紀に日本海側における最大の港として賑わったそうだ。現地に行ってみたんだけど、湯の津は静かな温泉街でとても心が落ち着く場所だったわね。でも、沖泊については地形しか残ってなくて、人気もなく少し怖かったわ。周りにも今にも崩壊しそうな木造家屋しかなかったのよ。ウプ主は車を止めたら地元住民からここで釣りをするなと注意されたらしいぜ。世界遺産として訪問する人がほとんどいないのだろうと察するエピソードよね。湯の津エリアからトンネルを越えたところにあるんだけど、時が止まったような景色だったわ。風情があっていいんだけどね。最後に5つ目。石見銀山街道湯の津沖泊まり道。なんか同じようなのが続くけど、まあここは銀の搬出のための街道よね。その通りで銀山と湯の津や沖泊まりを結ぶ全長 12km の道だそうだ。現在は石段や石切り場の跡が残っているそうだぜ。続いて、登録基準。ここは2、文化交流3、文化文明5、土地利用の3つが適用されている。
当時、白川郷と五箇山以来の5が適用されているということで、世界遺産フリークは熱くなったとかならなかったとかって噂よ。それぞれの適用理由は次の通り。2、石見銀山における銀の生産はアジアとヨーロッパの貿易国と日本との間における重要な商業的文化的交流を生み出した。3、日本の金属採掘と生産における技術的発展は、小規模な労働集約型経営に基づく運営形態の進化をもたらした。5、鉱山の遺跡、街道、港など、採掘から精錬、搬出までの鉱山経営全体に関わる豊富な遺跡の大部分は、現在では山林の景観に覆われている。その結果、文化的景観の残存する景観は、銀生産に関わった人々が長く生活してきた集落などの継続する景観の地域を含んでおり、歴史的土地利用のあり方を示している。なんか直訳したみたいなよくわからない文章ね。文化的景観の概念は難しいからな。これは世界遺産検定を覚える人の疑問なんだぜ。銀の生産技術の革新、他国との交流、周囲の環境との調和などに顕著な普遍的価値があるってことなのよね。ただの鉱山跡ってだけでなく、世界の銀の3分の1を担っていて、すごくエコな経営をしたってのが評価のポイントだな。鉱山遺跡だと佐渡金山も世界遺産に推薦されてるけど、そっちの評価基準をなんで狙っているのかも気になるわね。日本の鉱山遺跡としては石見銀山が登録されているわけだからな。来年の世界遺産委員会が待ち遠しいわね。私たち、世界遺産候補物件を辛口ランク評価って動画も出してるでしょ。あれで佐渡金山 C ランク評価してるけど、もし登録されたらどんな顔して今後の動画を出してったらいいのかしらわら。それはそれで、新たな価値が見出されたってことで、めでたいことだと思うんだぜ。続いて、世界遺産に登録されるまでの経緯。2001年に世界遺産登録の前提となる暫定リストに掲載し、2006年1月にユネスコ世界遺産委員会に推薦書が提出される。2007年5月、ユネスコの諮問機関であるイコモスが審査するものの、遺跡の顕著な普遍的価値の証明が不十分であることを理由に、石見銀山は登録延期が適当と勧告したんだ。一度、辛口評価されるのよね。ニュースにもなってたわ。ユネスコの日本政府代表部は委員会構成国の大使や専門家に、勧告に反論する110ページにわたる英文の補足情報を送っても猛アピールを開始。石見銀山の特徴である環境に配慮した生産方式を積極的に紹介し、巻き返しのための外交活動を展開するんだ。森林を伐採したりせず、狭い坑道を掘り進んで採掘する手法をアピールしたのよね。結果、21世紀が必要としている環境への配慮が行われていたことが委員の反響を呼び、6月28日、世界遺産委員会の審議により、世界文化遺産としての登録が満場一致で決定された。満場一致って、割とあっさり賛成してくれたのね。東京オリンピック招致で汚染水について質問されて状況はコントロールされていると安倍総理がスピーチした時を思い出すわ。あの時の質問者も即座に納得してたものな。内心はどう思ってたかわからないけど、隣国の強制労働者がいなかったことも勝因だと思うわ。もしいたら佐渡金山や軍艦島みたいに揉めたと思うし、何はともあれ、産業遺産としてはアジア初の登録に成功することになる。イギリスのインデペンデント紙は、大森地区は地元企業中村ブレイスの中村敏郎らによって作られた街並み景観であると指摘したそうよ。ワルシャワ歴史地区みたいに復元した街並みが登録されている例もあるんだけどな。あと、イコモスは登録基準のいずれも満たしていないとしたが、外交官を巻き込み金銭を惜しまない凄まじいロビー活動を展開したことも指摘したとのことよ。日本の世界遺産は不登録になったことが一度もないから国家の威信もあったと思うぜ。何はともあれ、自然と人間の共生っていうテーマにこぎつけたのは勝因よね。昨今の SDGs の流れにぴったりだもの。とまあ、こんな感じで石見銀山について改めて紹介したんだぜ。初期作品はどうしてもリメイクしたかったから、今回もお届けできてよかったわね。ここはウプ主も実際に行ってみて思った以上に素晴らしい場所だったからな。
前回の紹介でも言ったけど、ガイダンス施設で住所を記入したら後日お礼のお手紙までいただいたものね。地元の方が一生懸命に守ろうとしているのが伝わってきたよな。環境負荷の少ない観光モデルへの取り組みが行われているそうだし、世界遺産登録後は I ターン、U ターンによる人口増加の傾向もあるそうよ。観光と地元コミュニティの共生というのは興味深いよな。世界遺産に指定された地域のロールモデルとなっていってほしいんだぜ。それではご視聴、ありがとうございました。